アジアスタジアムです。天気は晴れ。ベストプレイヤーズマッチ、アルビレックス対アビスパ。今日の試合、実況担当は八塚博士、解説は広島弁解説でおなじみの木村和司さんです。木村さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。さあ、まもなく選手の入場です。満員のサポーターが見守る中、選手たちが入場してきました。左から右に攻めます。オレンジのユニフォーム、アルビレックス。スタメンはご覧の通りです。画面の右側にエンドを取りました。白のユニフォームに身をまといます、アビスパ。本日のスターティングメンバーです。神田、攻撃を組み立てていく上でもこの人の存在は非常に大きいですよね。そうですね。サイドをスピーディーに攻め上がるのは彼の役目ですからね。躊躇せず思い切っていってほしいですね。前半の45分が始まりました。マルクス、ロングボール。ここはスローインになります。平島、ベンチーニョ、クロスボール、どうか、キサナが、あっと来た、ゴール、アビスパ早くも1点先取、0対1。今のゴールシーンです。木村さん、アルビレックス先制ゴールを許してしまいました。これはどういった展開になるのか。うまく先手を取られましたね。気持ちを切り替えてまずは1点取りに行きましょう。キックオフです。マルクス、さあ大きく出した。前半10分が経過しています。0対1、アビスパ。ここからどうか。飛び出してこれをキャッチ。前へ出して、ワンツー、しっかり取ります。神田、ここでドリブル、ドリブルで突き進む。ここは左へ、丸山、つながるか、栗原、どう、防いだ。アルビレックス、コーナーキックとなります。こういうセットプレーが鍵を握りますね。直接ゴール前には蹴ってきません。入った、アルビレックス。前半残りわずか、ここで得点しました。1対1。VTR が出ます。前半も終盤に差し掛かって、相手チームも油断したのか、同点ゴールゲットです。いやー、いいところで来た。キックオフしました。アレックス、久永、さあ大きく出した。前半45分が終了です。同点となっています。木村さん、どうご覧になりました。ここまで全くの五分ですね。この先どうなるのか読めませんよ。両チームともこのハーフタイムでどういった作戦を練ってくるんでしょうか。後半開始のキックオフです。アレックス、久永、ロングボール。アルビレックス、コーナーキックとなります。
誰に合わせてくるか見ものですね。雑なプレーじゃね。この人は篠田。奪います。さあ、そして栗原、マルクス、ディフェンダーを翻弄。あーっと決まった。割れんばかりの大歓声。見事なゴールを決めました。2対1。今のプレーです。これは流れを一気に持っていくか。大きな逆転ゴールです。ひっくり返しましたね。あとはこの流れを維持したいですね。キックオフです。原田、アレックス、ロングボール、ファビーニョ、マルクス、シュート。おっと、決めてきました。アルビレックス追加点、3対1。先ほどのシーンです。木村さん、栗原、余分な力を省いて丁寧にコースを狙っていますよね。ナイスシュートですね。いい仕事しましたよ。キックオフされました。林、長いボールを出した。スローインで中に入れます。神田、栗原、右から行きます。下げます。どうでしょう、これ。シュートまで来た。必死のセービング。川島、右へ、ベンチーニョ、キサナガ、原田、最後はキーパー。ここでホイッスルです。試合の結果はご覧の通り、3対1でアルビレックスゲームを制しました。改めましてお願いしますが、木村さん、アルビレックスいい状態みたいですね。調整がうまくいっているようですね。本日はベストプレイヤーズマッチ、解説に木村和司さん、実況は八塚博士でお送りしました。木村さん、今日はありがとうございました。じゃあね。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。